じゃあクリスマスはあのコスプレで行こうと思ってるよ。それはもう買ったんだけど。そう、ああ、よかったよかった。ちゃんと私はたくまくんのことを考えて、たくまくんが好きな地雷系の服を買ったよって、たくまくんがタイプの女になろうかなって。じゃあタイプ地雷系じゃないよ、俺ちなみに。え、言ってたよ、それは。地雷系いいよねって言ってたよ。いいよねって言ったんだけど、地雷系みたいなのとも遊んでみたいな。でしょ。遊んでみたいな。あ、ね、やってみたいなってこと？そう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 。過去ね。あ、そう、あ、過去なの？うん。あ、そうなの？そうよ。買っちゃったんだけど、地雷系の洋服。あ、でもいいんじゃない？着てみて。じゃ今着てみて。で今は着れないよ、すっぴんで。でちゃんと地雷系メイクして、あー、なるほどね。これで可愛かったらさ、うん、いいじゃん。そうだな。うん、ちゃんと私はたくまくんのことを考えてるんだよ。ありがとう。うん、俺ばなんか眉は全然俺のことを何も考えてないよねって言ってたから、そういうわけじゃないんだけどね。可愛いでしょこれ。可愛かった？なん、まあ、コスプレって感じだね。どちらかというと。これはただのワンピースだけどね。うん。その配信楽しみにしてるわ。配信でやんでしょ、時代系を。そう。うん、楽しみにしてる。どうなるかね。どうなるか？うん。うん、それネタで買ったんだ。配信のネタとして買ったんだよね、実は。これがどうこうじゃないよね。え、たくまも地雷系が好きって言ってたからだよ。あ、そう。そうだよ。たくまが地雷系いいよねって言ってたのがきっかけだよ。なるほど。うん、まあ、全部わやはネタにするからあれだけど、うん、きっかけはたくまだよ。はい。めいはたくまのことが大好きだからね。うん、ね。うん。わかった？うん。わかった。納得したじゃん。納得しねえよ。あ、しないんだ。うん。長いな。だってその場。その場の感情だけで言われてもね、俺長い目で見てるからね、いろんなことを見て、うん、あ、こうなのかもしれないなっていうタイプだからさ、うん、今大好きだよって言ったら、うん、ありがとねって思うけど、うん、まあ、いつも大好きって言ってるけどね、大好きだよっていう言葉がね、うん、嬉しいよもちろん、うん、でも日によって変わるからさ、その感情って。それはたくま、はい、それはみんなそうだって。そんなずっと大好き大好きってみんな病気になっちゃう。それはそれは私も何かに集中しちゃう。うん、浮き沈みが激しすぎる。もうゼロか100なんかよ。いや、私好きじゃないとか冷めたとか言ったことなくない？それは普通言わねえわ。うん、当たり前だわ。うん、いやで、どういうこと？私はそんな大好きって言ってんじゃん。大好きなのは終わったよ。うん、でしょ。そんな毎日毎日そんなの無理だって。たくま、まあ、だ毎日大好きだけど、今私そういうことじゃない、そういうことじゃない、そういうことじゃないんだよ。いや、難しいけどね。あ、前、あの、男と付き合ってるって思った方がいいかも、たくま。いや、無理だろ、
いや男の私多分男のだわ。いやの男じゃない、俺の友達にいないもん、そもそもこういう人ね。それも男女で分けるものじゃない。本当に大好きだよ。うん、それは分かった、ありがとう。うん、その大好きな気持ちをちょっと、うん、なんだこいつって思った時にその大好きな気持ちを思い返してほしいな。あ、感受論でこのゴミがこのカマペがよとかいう時のタイミングでってこと？そう。あ、気持ちの制御ね、ワンワンの時ね。なただ怒った時に怒りすぎってことだよね。そう、うん、分かった。じゃあ気をつける。なんかストッパーが一気に解除されるからな。うん、分かった。解決、うん、解決した。うん、なかなかごめんね、たくま。いいね。じゃあイベント終わったら映画見に行こう。あれって何日だった？わかんない。チャリーとチョコレート工場見に行こう。うん、あとあのあ、まあそれか、まあ、ディズニーでもいいし、うん、来月ディズニーランド行こう。クリスマスやってるし、来月ディズニーランド行こう。うん、ね、私が案内してあげる。ありがとうございます。だけどあのちょっとさ、まあこれも今言うけど、うん、12月8日だってチャーリー見れるね。うん、あの1時間待ちとか大丈夫？待てるよ。2時間待ちは大丈夫？うん。3時間待ちは？え、俺が待てない人だと思ってるってこと？うん、これも浅草であの別行動しようって言ってたから大丈夫かなって。あれは違う、あれはもうそれもそもそも論が違うじゃん。うん、並んでるから別行動しようってなったわけじゃないじゃん。ああそう、覚えてる、配信的にねって。そうそうそう。じゃあ不機嫌にならない。3時間待ちとか。なんで一緒に彼女ディズニーって不機嫌になるの？あ、ならないんだ。私あのならねえだろ普通に考えて。2人別れてるからディズニーランドで。実はどうなって待ち時間で。待ち時間に何すんの？喧嘩すんの？喧嘩した。ホーンテッドマンションで喧嘩して1人別れた。でもう1人は昼のパレードで別れた。それ昼のパレードで。なんで？あのその昼のパレードはなんかパレードってさ別に待たなくても来るけど、私はいい席で見たいから、うん、1時間前とかで待ちたいんだよね、座って。それがいや別に待たなくても見れるだろう。ああなるほどね。うん、あでも別に俺はディズニーガチ勢じゃないし、うん、一緒にその場を楽しめればいいタイプだから。そうだからガチ勢じゃないからこそなんでこんな待たなきゃいけないんだっていう。あだから全然一緒に行くなら全部合わせるよ。あ合わせるの？えそれで抱え込まない？あ、うん、大丈夫だよ。あ分かった、ありがとう。それだけでもよかった、聞けて。うん、ありがとうね。じゃあたくま、いいえ。じゃあたくま、頑張ってください配信。イベント、あれたくまイベントは配信やらないの？ちょっとつけて寝る。うん、分かった。明日もとつまちだし。そうだね。ありがとうたくま。じゃあおやすみ。あ配信じゃあ頑張ってね。バイバイ。好きだよ。
まあこんな感じですね。で、あのデイベニーありがとうございます。デイベニーさちゃんありがとうね。さちゃん言ってくれたよね、ありがとう。2位でした、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。リス、うん、どうなんだろうね、わかんない、うん、うん、いやいやいや全然全然全然、2位もありがたいです、ありがとうございます。まあ、人間模様はあれだから、いろいろあるから、うん、まあね、まあでも正直言うと、なんだ、私別にまあ感情的になってるわけでもないし、なんかまあまあ私もまあ彼氏いて、まあ、彼氏が配信者で彼氏とこう揉めちゃってちょっとこういろいろあるけど、なんかそれでもう嫌だって言われたらもうしょうがないとしか言いようがない、そこに関しては。配信に返し、それはまあお互いが配信者だからね、まあ、それは出ちゃうよね、うん、でも私は変わってきてると思うけどな、変わってきてると。毎回こんなのも見せてるつもりもないしね、ただちょっと長かったね、すいませんでした、ちょっと電話長くてすいませんでした。うん、相性いいんだよ、でも相性はなんかさ、男の人ってさ、こう長々話すのさ、もうめんどくさいとかなる人いるじゃん、喧嘩とかしてるのにもう話し合うのめんどくさいみたいな、そういう人多いじゃん。だからまあ好きっていうのも変だけど、まああれだから、難しいよね恋愛って。そう、配信外でも話してみて全然こう話し合えなかったからね、だから逆に配信を通したことによってこう言えるっていうこともあるからさ、聖杯、え？聖杯持ってるんですか？あ、今は欲しくないです。やめとこうかな。飲みたい気分だけどないんだよね。お酒がないんだよな。ないんだよ、飲みたいけど飲む酒がない。こんなことしたらどちらか離れてきそうな。配信でも言わなかったら多分分かんなかったと思う、私も分かんないまま爆発してるんじゃない。
難しいね、本当に難しい。配信外も話してるけど、私が分かんないから我慢してたんじゃない？多分ね。我慢してたんじゃないかな。多分ね。普通に配信外も話してるもん。恋愛でさ、まあ夫婦でもそうだけど、その不満ゼロってことってなくないか。これって別に普通なんじゃないかな。不満なかったらそれはいいよ。不満はあるよね。同じ人間じゃないからさ、双子でもないし。家族でも揉めるんだからさ。そうそうそう。難しいね。みんな不満もあるし喧嘩もする。そうだね。でもほら、リスナーに前の不満をネチに聞く。でもそれもしょうがないんだよ。私もメディアに出てて、たくまくんもメディアで配信をやってて、もうね、しょうがないんだよ、それは。もう片方が配信者じゃないって言うんだったらあれだけど、本当に難しいよね。思う。でもこうやって言って、私はすっきりしてるんだけどな。相手もそうだといいな。うん、例えばその裏でやればいいっていうことはさ、私はそうだけど、相手はこう我慢してたりっていうのがあるからね。配信で言いたくないっていうのは、好きとかなんかラブだよっていうことを言いたくないんだって。その好き好き系は言いたくないんだって。まあ、別にそれは言わなくてもいいけど、配信上で。その全てを配信外でって言っちゃうと全部ができなくなっちゃう。なんかそのなんだろう、全部が嘘になっちゃうよね。例えば一緒にコラボしてもその時にも不満が出るから、それもなんかなんだろう、綺麗なところだけっていうと、それがビジネスになっちゃうってこと。本当にビジネスカップルになっちゃう。そうなるともう終わっちゃうね、ビジネスカップルは。でもそうだよ。あ、これで言っちゃったら、なんかこうリスナーさんの気持ちを不快にさせてしまうなって。あ、それが以前失敗したかな、私。それ失敗だかもしれない。でガリガリに痩せた。リスナーさんのことも考えて、あ、これ言っちゃいけないなとか、あ、これ言ったらあだなとか考えて、私ガリガリになっちゃったけどね。私はもうそういう過去になりたくないから、別に今
か毎度毎度コラボしてたらわかるけどさ、毎度コラボしてるわけじゃないしさ、なんかそれでもなんか全部隠せ隠せって言われちゃったら本当になんだろう、逆になんか別れちゃいそう。それは